どうもおはようございます。中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。今日の動画について話したいと思います。この後に、ロト6か、ロト6のライブ配信をして、それから予想を得た関数について話したいと思います。ロト7は明日、ロト7のライブ配信は明日しようかなって考えてます。だから今日のメインはロト6。ロト6はかなり難しいから、ちょっと時間かけてその予想しようかなって思ってます。見ていただけたらありがたいです。まあ1時間以上はなるかな。今本当にかなり難しいから、2回続けて20番台からその当選数字が始まってるから本当に難しい。ただ月曜日のロト6は多分20番台から始まるってことは多分ないと思うねんけど、3回連続20番台から始まるっていうパターンは今まで1回もないんじゃないかな。2回連続20番台っていうのは多分過去にもあったと思うねんけど、統計取り始めてからは、ないけど、その今までのロト6で2回連続20番台っていうのは過去には何回かあったと思うけど、3回連続20番台っていうのは、見たことないから。だからそうやな、10番台から始まるっていうことはあるかもしれへんけど、月曜日のロト6は20番台からスタートするってことは多分ないと思う。20番台から始まったら当選はできないからな。まあ頑張って、そのロト6なるべく当選できるように頑張りたいと思います。いや本当に今かなり難しいから、まっとうでも当選が難しいぐらいその難易度が上がってるロト6は。一方ロト7はその、まあ難しいのは難しいねんけど、ただロト6ほどは荒れてはないから、まだロト7の方が予想はしやすいかなと思う。まあ数字7個やから、まあ1等とかになってくると難しいけど、当選だけ考えたらロト7の方が圧倒的に当選しやすいかなって思います。まあこの後、ロト6、1時間以上かけてライブ配信するので、見ていただけたらありがたいです。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。